それでは2023年度の筑波大学理工学部数学類計算基礎学1の授業を始めたいと思います。この授業を担当します筑波大学推理物質系数学域の照井です。よろしくお願いいたします。まずこの授業で使う資料ですけれども、酒井光先生によります計算基礎学1講義ノートというのを使います。それから授業サポートページがこちらにありますので適宜ご利用ください。で、まずですね、この授業の内容としてこの授業におけるその計算基数学ってことなんですけれども、計算基数学といいましてもいろいろその分野が多岐にわたります。でその中で、ここの授業で扱う計算基数学はですね、計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を扱います。で次に、この授業で学ぶですね、計算基数学の特徴を紹介しておきます。一つ目の特徴は代数的という点です。これは主に加減乗除ですとか代数的性質に基づく計算を対象にするということです。で二つ目の特徴は構成的というところです。でこれはその単にこういったものが計算できるという性質を示すだけではなく、じゃあその目的とするものを計算するためにはどのような手順で計算すればよいかという、その具体的な計算手順も一緒に学びます。でこの具体的な計算手順のことをアルゴリズムと言います。で3つ目の特徴は実際的な点です。と理論の正しさに加えてですね、効率も重視します。例えば皆さん明日の天気予報を知りたいというときにですね、その天気予報の気象予報の計算が明日、明後日までかかってしまっては明日には間に合わないわけですね。ついでにちょっと余談ですけれども、最初に気象予報の計算を行ったときの計算というのは人力でやったというふうに聞いてます。でそれはですね、ある時点の気象データから24時間後のですね、気象状態を推測するのにですね、何十人もの計算する人を集めて24時間ぐらいかけて計算したというような話がありますけれども、そういうところから技術の進歩が行われているんですが、ただ天気予報がですね、明日の天気予報が明後日まで計算に時間がかかってはしょうがないわけですね。ですから効率っていうのも大事になってくる場面があります。ですので、ここで扱う計算というのも、効率を重視するという特徴があります。あと、それからもう一つは、実際に計算機上で動作させるということを念頭に置いています。最近ですと、AI の、ツールがですね、かなりいろいろ話題にはなってますね。例えば、チャット GPT なんていうのを使っている人ももういるかもしれませんけれども。でただ、チャット GPT のような言語モデルといって、なんでしょう、人間からの入力に対して、もっともらしいその答えを返すための機構の計算というのは、どんどんそれ大きな計算機を投入して計算していってるわけですね。ですので、なかなか私たちのパソコンでそういうこと、同じことをやるっていうのは、難しいこともだんだん多くなってきているかと思います。一方で身の回りのいろいろな問題を解くための計算っていうのは工夫すればですね、私たちのパソコンなんかでも十分できるようなものもありますので、そういったいろいろな観点から実際に計算機上で動くということも重視しながらそういう数学を作っていくということになります。でまずその準備の準備としまして、テキストの最初の方にはですね、このテキストの記法などがいろいろ書かれております。テキストですと4ページから6ページになると思いますけれども、ここは後々このテキストを読みながら授業を受けていく際に必要になりますので、必要に応じて参照してください。それからもう一つ、テキストの7ページにはですね、アルゴリズムという説がありまして、アルゴリズムの書き方という
ことが簡潔に書かれておりますけれども、これについてはもう少し詳しく後で必要になったときに説明したいと思います。それで今回の内容ですけれども、まずコンピューターの基本構成ですね、テキストをお持ちの方は8ページから始まりますけれども、このコンピューターの基本構成を中心に紹介していきたいと思います。で特にそのコンピューター内部の紹介をしまして、それからあとコンピューターのメモリーについて若干そのテキストに対する補足事項を説明していきます。まあ、今日はこういった内容で授業していきたいと思います。それではまず 1.1 節のコンピューターの基本構成というところから話をしていきたいと思います。テキストをお持ちの方は8ページからご覧ください。でここではまずですね、計算機を構成する主な装置というものを紹介していきたいと思います。皆さん計算機と聞くとですね、どんな機械を想像するでしょうか。まあ多くの人はいつも使っているパソコンを想像するかもしれませんし、またはそうですね、なんかドラマや映画なんかで出てきたもっと大型のコンピューターというのを想像するかもしれませんけれども、実はこの装置の構成からしますと、皆さんが普段使っているスマートフォンですとかですね、音楽プレイヤーとかゲーム機っていうのをみんな、これは計算機という呼ばれる機械になるわけですね。で、それはなぜかというと、今から述べる、その計算機を構成する主な装置が全部入っているからです。ということで、じゃあどんな装置が入っているかというのを紹介していきます。まず最初がですね、中央処理装置と呼ばれる機器で、これはセントラルプロセッシングユニットと英語で言います。頭文字を取って CPU というふうに呼ばれます。でこれはまさにその計算機の頭脳にあたる部分で、まあ、皆さんの、まあ、脳にあたる部分ですね。で、この CPU はですね、さらに2つの装置に分かれるんですけれども、まあ、1つは演算装置と呼ばれる装置で、これは数値演算、指則演算ですとか、あと論理演算を行う機構になっています。それからもう一つは制御装置と呼ばれる装置がありまして、こちらは計算機全体の動作を制御する役割を担っています。で次に挙げる装置はですね、色欲装置と呼ばれるものです。これはメモリーとも呼ばれます。まあ、人間の脳は演算と記憶の両方の機能を、まあ、一体化して司っていますけれども、今私たちが使う計算機はその演算を行う部分と記憶を合成する部分というのは別の装置として分けられています。で、まあ、この中で主記憶装置はですね、その記憶や呼び出しの速さは比較的速いのですが、まあ、電源を切ると内容が消えるものが多いことでも知られています。まあ、最近はいろいろな機構がありまして、パソコンもスリープといって、こう蓋を閉じても、こう計算それまでの計算の意味が失われないような機構もありますけれども、昔のパソコンは電源スイッチをブチッと切ると、それまで計算していた内容ですとか、あと、まあ、ゲームの履歴が消えてしまって、こうせっかくゲームでいいところまで行ったように泣きを見るというようなこともあったと思うんですが、まあ、そういう、特徴があったのが色欲装置です。はい、じゃあ、紙の資料をお持ちの方は次のページです。で次の装置はですね、外部記憶装置と呼ばれるもので、先ほどですね、主記憶装置は電源を切ると一般的には消えるという話をしたので、その電源を切っても内容が消えない記憶装置なんですね。で、ただし、その記憶や呼び出しの速さは主記憶装置に比べれば、まあ、遅いですので、その例えば少し、まあ30分とか1時間とか仕事をして、その内容を、皆さん多分そうですね、パソコンのワープロなどのソフトでこうレポートを書いていて、で一旦保存という操作をすると思いますが、その保存という操作をしたときに何が行われているかというと、この外部記憶装置に、皆さんの書いていたレポートのデータを保存すると、まあ、そういう操作を行っていると思っていいと思います。で昔はですね、フロッピーディスクですとか、光磁気ディスクと呼ばれたですね、記憶装置が使われておりました。
で現在では、皆さんもお持ちだと思いますが、 USB メモリとかメモリカードといったような媒体がですね、この外部記憶装置の代表的なものだと思います。ここまでいいでしょうかね。はい、あとはですね、入力装置と出力装置というのがありまして、入力装置はその外部から何らかのデータを入力する装置です。例えばパソコンについているキーボード、あとは皆さんが使っているマウスというのも入力装置ですね。キーボードはその皆さんが入力したい文字情報をこう打ち込む機器ですし、それからマウスは皆さんが画面上で指し示す、もしくはクリックで指示をするといったようなことに使われる入力装置と位置づけられています。それから出力装置はですね、外部へ、逆に外部へですね、何らかのデータを出力する機械でして、例えばモニターですね、パソコンのモニターは、あれは視覚情報でこう皆さんに情報を提示するということで、出力装置と呼ばれるわけです。あとはもう少し物理的なものですと、プリンターというのがありまして、レポートや書類を印刷するんですね。これもやはり計算機の情報を外部に出力するという意味で、出力装置という位置づけがなされています。というわけで、以上がですね、この計算機を構成する主な要素となっております。もう一度振り返りますと、中央処理装置、CPU、主記憶装置、メモリー、から外部記憶装置、それから入力装置、出力装置といった装置で、我々が使っている計算機というのが構成されているというのが、今日の主な内容です。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今のような装置がですね、じゃあ実際にはどういうものなのかというものを、今日は本物を持ってきたので、本物のパソコンの中を見ながらちょっと紹介したいと思います。これから少し準備をしますので、ちょっとお待ちください。